皆さん、こんにちは。車の販売台数を左右する重要な要素に外観のデザインがあります。各メーカーは他社にはない個性を求めていますが、昔の車は今よりも個性的なデザインが多数存在していました。そこで今回はかつて販売された超個性的な名車をご紹介します。1. マツダ R360 クーペ。1960年にマツダは初の乗用車 R360 クーペを発売しました。社名の通り 360cc エンジンを搭載する軽自動車です。ボディは丸みを帯びたセダンタイプの2ドアクーペで、一見すると2シーターに見えますが、実際は4シーターです。ただし、リアシートは補助的なもので、大人4名乗車には適していませんでした。特徴的なのは、外観だけでなく、エンジンも空冷 V 型2気筒 OHV と、当時としては珍しい形式のものを搭載しています。さらに、エンジンブロックなど、主要な部分をアルミ製とするなど先進的なエンジンでした。これをリアに搭載する RR で、トランスミッションは4速マニュアルと軽自動車初となるトルクコンバーター式の2速オートマが設定されていました。デザインもメカニズムも先進的ではありましたが、居住性ではライバルのスバル360にかなわず、販売台数は低迷してしまいました。 2. 三菱デボネア。三菱デボネアは1964年に初代が発売された同社の最上級セダンです。デボネア最大の特徴は外観のデザインですが、同時期のアメリカ車をイメージさせつつも、日本の神社仏閣を思わせるような重厚な雰囲気があります。一見大きな車に見えますが、実際のサイズは5ナンバー枠に収まる寸法で、発売当初は2リッター直列4気筒エンジンを搭載していたこともあり、5ナンバー車となっていました。デボネアのライバルはトヨタクラウンや日産セドリックフロリアでしたが、販売面では両社に大きく引き離される状況でした。しかし1986年まで大きなモデルチェンジすることなく生産され、超ロングセラーモデルとなります。デボネアは走るシーラカンスと呼ばれ、生産終了後は現代によみがえったクラシックカーとして再評価されるなど、中古車人気が高くなったことがあります。 3. トヨタスポーツ800。トヨタは大衆車パブリカのコンポーネンツを流用して、超軽量構造と空気抵抗低減を実現した2シーターガルガトップクーペのスポーツ800を1965年に発売しました。スポーツ800のデザインは1962年の全日本自動車ショーに出展され、好評を博したコンセプトカーのパブリカスポーツをベースにしています。車体の各部を曲面としており、スポーツカーとして精悍な印象よりも丸みを帯びた可愛いイメージです。エンジンは 0.8 リッター空冷水平対向2気筒 OHV で、最高出力45馬力と非力でしたが、580キロという軽量な車体には十分なパワーでした。実際にレースの世界ではパワーで勝るホンダ S600 がライバルとされていましたが、軽量なボディと戦闘機開発の技術を応用したと言われる
空力特性で S シリーズと対等以上の走りを実現していました。4. 日産チェリークーペ。日産チェリーは1970年に同社初の FF 車としてデビュー。社名のチェリーは日本らしさを訴求するため桜から命名されました。当時の小型車は世界的に FR から FF への移行が始まりつつあり、小さなボディサイズでも広い室内を確保できるというメリットがありました。発売当初のボディバリエーションは2ドアと4ドアセダンでしたが、1971年9月にはスポーティーなチェリークーペが加わります。中でも上位グレードである X1R はスカイライン GTR をイメージさせるオーバーフェンダーを装備し、1.2 リッター直列4気筒 OHV の A12 型エンジンを搭載。ツインキャブ仕様で最高出力80馬力を発揮しました。チェリークーペは斬新なハッチバックスタイルで、斜め後方の視界を度外視したリアサイドが特徴的です。このスタイルは当時の若者たちを魅了し、チェリークーペは大人気となりました。 5. ホンダライフステップ版。ホンダは軽自動車でありながら広い室内空間と高性能でヒット作となった N360 の後継車として、1971年に初代ライフを発売しました。空冷エンジンだった N360 に比べ水冷化されたことでエンジンの騒音も抑えられ、ヒーターの性能も良くなるなど人気を博します。さらに多くのニーズに対応するために1972年にライフと同じプラットフォームを使う派生車種であるセミキャブオーバー型軽ライト版ライフステップ版と軽トラックのライフピックアップが発売されます。外観は軽自動車規格いっぱいまで使った直線基調の箱型で、デザインは現在のトールワゴンのディテールを確立しており、発売時には他社にない斬新なものでした。また当時の K1 ボックス版はフロントシート下にエンジンを置き後輪を駆動する FR が主流でしたが、それに対しライフステップ版は FF としたことでプロペラシャフトが不要となり、フロア高を下げてより多くの荷物を積み込むことが可能。1974年にホンダが軽自動車市場から撤退したため、ライフステップ版は生産を終了します。いかがでしたか？何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。